STV ホール STV ホールは札幌テレビ放送 STV ラジオ本社に併設されている公開スタジオ STV ホール2019年11月現在工事のため閉鎖中で入り口は別の場所に変更されている北海道内の放送局では唯一のホールスタジオとして1971年に現放送会観落成と共に開設された 観客席が468席設けられており、テレビや STB ラジオの番組収録をはじめ、映画試写会やライブ、イベント等が行われる。かつては、北海道では、数少ない定例の寄せである STV ホール名人会も開催していた。1985年4月22日には、STB ラジオと同じ NRN に属する ABC ラジオの おはようパーソナリティ道上洋蔵ですの、公開性放送に使用された。ステージ部分の面積は65坪。3層吹き抜けで、ホリゾンとも有しているため、通常のテレビスタジオとしての運用も可能であり、非公開でのコマーシャル撮影や番組収録などにも活用されている。副調整室や機材は隣接する T スタジオと共用で、運用が重複する場合は中継車が使用される。 STV は札幌メディアパークスピカを所有、運営していたが24時間テレビやウィークエンドバラエティ日高五郎賞などの公開放送ではスピカか同時も含め STV ホールを使用している。松山千春はまだ無名だった頃にこの STV ホールで公開生放送していたラジオ番組サンデージャンボスペシャルに毎週出演。 そこでディレクターらに鍛えられ、その後歌手としてデビューするきっかけとなっている。ありがとうございます。